さあ AFLW ラウンド7、 W はラウンド9までですので、もうシーズンも終盤に入ってます。キャッツとサンズ注目のビリ対決の順位が入れ替わった今週も AFL ウォッチャー、私榊と吉野2人でお届けしています。こちら編集間に合えば毎週水曜日アップされますので、ぜひチャンネル登録していただきお楽しみください。ということで早速ラウンド7の戦い見てみましょうか。いい試合が今回あったよね、2つ。そうですね、やっぱそのトップ4チームが争っているゲームだったので、まあ、特にライオンズ、コリウッドは楽しいゲームでした。あ、ブリスベンライオンズとコリウッドマグパイズは35-32、3点差、はい、の試合で、それでこの2チームが今2位と3位なんだけども、フリマントル、その左のフリマントルとカールトンの試合も4点差で、フリマントルが辛くも勝利して、結果フリマントルドッカーズが今あの勝ち点は並んでるんだけど1位、暫定の1位になっていると。まあこれもいい試合だったかな。そうですよね、やっぱこの青いゲームだったので、うん、皆さんのカールトンが勝つんじゃないかなっていう気持ちがあったと思うんですけど、うん、青いでフリマントル断トツ1位ですごいですね。素晴らしい戦いでした、うん、そしてラダー、今の時点のラダー見ていきましょう。はい、ラウンド7が終わった時点でこの3クラブ同じ得点でなら勝ち点で並んでいて、得点率の違いで1位がフリーマントル、2位がライオンズで、3位がコリウッドという風になってます。そして下行ってもらって、灰色の線がファイナルに出場できるラインなんだけど、もういよいよ終盤なのであと2ゲームなんでね、シーズン、はい、すみません、もう1個上にちょっと行ってもらって、このグレーのラインですね、グレーのラインのところ、ブルドックスはまあ多分これひっくり返せて上に行くチャンスがあるんだけど、このカールトン、注目は、うん、カールトンですね、はい、カールトンが得点率がこれちょっと低いので20点のこのメルボルンのところに追いつくかどうかちょっと微妙なんだけど、カールトン実は次の試合がサンズと戦うので、これ得点を稼ぐ大チャンス、奇跡のカールトンはファイナル進出まだ可能性あります。下のジャイアンツはもうこれ得点率が低すぎるので勝ち点が20に並んだとしても、これはもうジャイアンツは多分あの難しいんです。カールトンもしかしたらあるかもしれない。そしてビリに行きますか、うん大丈夫これがひっくり返ったんだね、まあ、はい、はい、これはもう、もうコロコロこの2つはひっくり返ってると、まあこういう状況になってます。早速ピックアップシーン行きましょうか。はい、ビューティーからですね。ビューティーの社交ダンスからゴールということで、リッチモンドタイガースのブレナン選手ご紹介したいと思います。この選手実はあの6歳でオースキックというあのキッズ あのフットボール教室ですね、始めて、ブリスベン出身なんですけれども、 AFLW のデビューはブルドックスです。でブルドックスに2017年から入って、2017、18、19とキャプテンを務めた後、2020年にこの今のリッチモンドに移ったんですけど、リッチモンドでもキャプテンを2020年から務めて、今シーズンもキャプテン、ずーっともうキャプテンをやってると。このブレナン選手の素晴らしいプレーありますので、ぜひご覧ください。サンズとリッチモンドは、リッチモンドはこれ勝った試合になります。下の方行ってもらって、これですかね、クラウンプレーというのはもう再三紹介してるので皆さん分かってると思うんですけども、こぼれ球、ここ実はブレナン選手はあのボールを見てるんじゃなくて、フォワードの選手の位置を見て、まあ、相手のディフェンスはこの手で掴んでるので、それで感覚、このフットボールセンスは素晴らしいと思います。よし、どうだった、これもう一回見てみましょうか。いや、このゲーム見てて、サンズね、もし何かできるのかなと思ったんですけど、やっぱブレナン選手はあのフッティにずっと関わってるプレーなんで、うん、そうですよね、自分で本当は振り返ってボール見てもいいんですけど、フォワードの位置でボールを確認しつつ、手で相手のディフェンスの位置を確認して、このドンピシャのタイミング、なかなかもう多分考えてやってるわけじゃないんだけど、まあ、本能的にこういう素晴らしいプレーがビューティーでした。はい、そして一方のアグリーが、よし今日取り上げてくれたのがどれだっけ、グルドックスのゲームなんですけど、なんかそのアグリが多すぎてちょっと笑えるなと思って本当にこれ1個の動画でアグリ ×5 もあるの？いや、あります、あります。これノースメルボルン対ブルドックスで、あの結局ノースメルボル勝ったんですけど、ブルドックスもいいプレーをしてたんですが、ちょっとアシュリーゲスト、これね、いつものプロファイルを紹介するんですけど、ここですよね、ここクリックしてもらうとプロファイル出てるんで、ちょっとこれクリックしてもらうと、あれプロファイルがないなんでこれオフィシャルページだよね、
オフィシャルページでね、まあ、大体こう名前とか背番号とか誕生日とかをまあ調べたりするんですけど、もう彼女のねインフォメーション一つもないんですよね。写真がないそもそももうこれ自体がね、あの、そう、19番なんですけどね、これ左側なんですけど、ちょっとあの見せて、この、はい、この左か、はい、左でクリックしてあのページに行っちゃうのなっちゃったので、まあ、あのアシュリー選手は30歳の3クラブ、うん、このブルドッグスで3クラブ目なんですけど、結構ね、あの AFLW でしょ、3クラブとか行くのは、まあ、何回かあると思うんですけど、うん、あのディフェンダーからのキッキンからのワンアグリー、まあ、ワンプロファイルアグリーで、このキッキンからのアグリーなんですけど、これちょっとビデオ見てもらったら分かります。プロフィールがないアグリーがもうすでに1位。1位。はい、ここでコンテストですね。これ、あ、なんか、怪我した？怪我してない？あれ？ 23 番、立ち上がった。そして、もうこれ分からずに、もうサイレンが終わって、これでおしまいかなと思うじゃないですか。うん。まあ15点差でこれサードクォーターなんでまあいいかなと思ったんですけど、ここでなんとなくフリーキックをもらって、あれフリーキックでゴール狙う、でゴールが入っちゃうんですけど、あのコメンテーターもアンパイアも何が起きたか分かってないアグリーさんこれそもそもあのマークコンテストでファウルもらってたんだね。ただそのコールがちょっと遅くて、あのアンパイアも最後の最後にまああのね、あのここですよ、ここですよ、ね、ここでもこうヘッドハイをもらってもいないし、ブルドッグスの選手はもしかしてヘッドハイでフリーキックもらったかもしれないし、この人も本当に当たったかどうかも分かんないですけど、うん、当たってちょっと頭はね演技かもしれないけど、まあ、審判はフリーキックを上げてっていうことだね、はい、でこのコールがアフターサイレンだったんで、もうそれが本当にフリーキックでなのかどうかもちょっと疑問なんですけどねなんかあの中継の音もね、もうあのクォータータイムに入った音を流しちゃってたからね、もう終わりだと思ったら、あのフリーキック与えてて、フリーキックがしかも入っちゃったと。しかも入っちゃったので、でこれ15点差だったんですけど、うん、これ21リーあのポイントのリードに伸びちゃったので、そうなっていくと、あのやっぱそのブルドッグスのカムバックができないなと思って、アグリだと思いました。アグリ ×5 ありましたので。これそれぞれのアグリ ×5、今言ったアグリ ×5 でもいいし、それぞれの皆さん探していただければと。そうですね、前アグリは5個あったので見てください後でさあ続いてボットのシーンご覧いただきたいんですけれども、はい、これはライオンズとマグパイズの試合ですね。これがあの新しい試合のルールでマークポイント、相手がフリーキックしたらそのマークポイントにも立ってないといけない、もう一歩も動いちゃいけないっていう、その再三ちょっとご説明してるんですけれども、そのルールを活用した素晴らしいプレーがありました。ブリスベンライオンズのスバーク選手、こちら小柄な165センチの選手なんですけれども、2020年からブリスベンに入ってます。でブリスベンの中ではドラフト1位指名を受けていて、この選手はあの持久力がチームでナンバー33本の指に入る持久力を持っているので、もう走りまくる、まあ、そういった選手なんですけども、こちらご覧いただきましょうか。ライオンズ対マグパイズなので、先ほど紹介した今2位と3位のクラブ同士のレベルの高い試合になってます。このマークもらうのがスパーク選手、ここから振り返ってすぐプレーオンして、キックでバンプで飛ばされながらゴール、最後のバンプもちょっと痛そうだったよね。そうですね、もうボールしか見てなかったのでここ取って振り返ってもうバーストそしてバンプされながらもロングキック、 FLW でこれだけロングキック蹴れるのも珍しく入ったと。これがもう素晴らしいプレーなんですが、ちょっと見ていただきたいのは、そのヨシが今ちょっと リアクションしてもらったマグパイズの、これ取り上げたよね、ノーダー選手、いつだ、はい、ラウンド5で取り上げた、この前に立つ選手がまたこれ昔のルールならこうやって内側にクリンと回ってプレーオンは多分だけど防げたような、ただノーダー選手はあの優等生なのできちんとルール通りまた立つ癖が、ここピョンって立った間にもプレーオンされちゃって、それスパーク選手は多分見てるとは思わないんだけど、まあたまたまね、あの横に切り替えてすぐプレーオンの隙を与えてしまったと、まあこういうシーンでした。よし、どうこれ、あのブリスベンはフォワードが強くて、ノーダー選手ですね、まあ、ブリスベンフォワードが強い選手は背が高いプレイヤーがいるので、うん、あのゴールスクエアもあのブリスベンの選手も背が高くてマークコンテストが重いので、うん、まあ、なんでそれね、こう時間をかけずにロングボール入れたらブリスベンはどうにかゴール入れてくれるっていう気持ちが、うん、チームエフォートでゴールが入ったんじゃないですかね。
なんかもう自信持って振り返ってたもんね、はい、自信持って振り返ってたので、まあ、スバク選手の素晴らしいプレープラス、まあ、新ルールが生んだルール、ゴールのようなそういった気がしました。ということで本日は AFLW ラウンド7をお伝えしたんですけれども、次の戦いを見ていきましょうか。下に出ますか、はい、とで残り2試合なのでもう一つ言ってもらって、ラウンド8ですね、はい、私の挙げたい注目はアデレードクローズとブルドックスですね。ここはもう上位6位かかってる試合なので、特にブルドックスはもう何が何でも勝たないといけない。これもすごくいい試合になると思います。よしはどう、はい、注目の試合あるかな。あと2つぐらいあるんですけど、やっぱそのサンズとカルトンは、カルトンさんが言ってるように、うん、特に、まあ、勝たないといけないんですけど、パーセンテージが大切になると思うので、そうだよね。今ね、ボロ、ビリトップ2のね、サンズをボロ勝ちしないと、まあ、勝てないので、これちょっとファイティングのチャンスじゃないかなと思って。そうだね。でもまあ、奇跡のファイナル進出に向けて、カルトンは気合が入ってるから、はい、それのお膳立てということで、サンズはもうね、もう0点とか1点に終わらせてもらえれば、いいドラマが生まれるのかな。あと1個は？そうですね。あとはまあもちろんキャッツ、ジャイアンツなんですけど、これキャッツのホームで、しかもちょっとあまり強くないジャイアンツと戦うので、うん、ね、逆にこれキャッツ勝ったら、ね、私のファイナルプランがどうしようと思って。怖いな、これもうぜひちょっとジャイアンツに勝ってもらわないと、はい、もうビリ同士でね、2クラブ戦うプランが崩れちゃうから、もうこれは本当にジャイアンツを一生懸命応援して、よしには申し訳ないけど0勝同士で最終戦を迎えるラウンド9を迎えるようにドラマをちょっと作っていきたいと思います。はい、ということで0勝同士サンズ対キャッツの試合になるかどうか、注目のラウンド8今週末行われます。今週も AFLW のウォッチャーをお伝えいたしました。それでは来週お会いしましょう。さようなら。